はい皆さんこんばんはおじいさんです。RG350 で遊んでますかなんかね、ちょっと前まで RG350 のことを言ってたのがもう、はるか10年ぐらい前のような気がしますが、もう今はね、はい。<laughs> いつも登場しますね。もうラズパイにね、もうある程度ね、設定はあったんですけどね。はい。えーですね、あの、今日ね、あのちょっとコメントいただいていて、まあ、 うんまあもうほんと今日もね2分ぐらいで終わる動画なんですが一応あのそういう需要があるのかなということでお伝えしておこうと思います、えー、サモネイルに書いてあります通りプレイステーションのメモリーカードをその初期化したいということですよねもう非常に簡単ですはい えーとねちょっとボケてるかな。このね、リングックスコマンダーですね。まずこちらを立ち上げましょう。ちょっとおじいさんのやつ、ちょっとあの前ね、サムネイル変えたんで、アイコンの絵ね。ちょっと、でも皆さんの場合はどんなやったかな合わせた。なんかファイルみたいなやつやったかなこれ起動させてください。はい。でですね、この中の、これですね、PCSX4ALL。このフォルダーの中見てください。ジョンジョンジョンと。はい、こうですね。で、これで蹴って。 で、この中に、えー、とですね、これですね、えー、メム、メムカーズってのがありますよね。この中見てください。ズンズンズンと。はい。こうですね。これで決定はい。で、えー、っと、これがメモリーカード、あの、プレイステーションって2つさせるよね。メモリーカードがね。で、左側の1番が1、右側の2番が2。だから1番は消して2番残しておきたいっていう人は、 えー、まあ1だけ消したらいいですし逆の場合は2消したらいいしもう両方全部初期化したいっていう人はこれを全部削除してください。はい、で大丈夫です削除してもこのあと何かゲームを始めてセーブしますかって言ったら新たに。 えー、このフォルダーが生成されるのであのー、何の問題もないです。はい削除して、あなんかこれをね、クリアにして残しとかなあかんのかなって一気思うんですけど大丈夫です。これはもう全部削除しちゃってもらって大丈夫です。その代わりに、ね、もうなくなっちゃうので必ず何か大事な時用にバックアップ取っとくことをお勧めします。この中をね、なんかいじって何かのデータだけ置くっていう方法もあるのかな。ひょっとしたら探したらあ,るありそうですけどね、中身見てこうちょっとい。 なんか整理していくみたいなねあるかもしれないけども今僕はちょっと知らないので取り急ぎをこれをちょっと知りたいというご連絡が、えー、コメントでありましたので、えー、簡単ですがこれにて、えー、お伝えさせていただきますはい以上でございますはい最近はねちょっとバイブレーションのこととかまあこのメモリーカードのこととかちょっとコマゴマしたことですけどね意外にまあちょっとしたことねおじいさんはあんまりねあのいつも言うけど これでなんかガツガツ遊んでないので、うんうん。設定しても、今これやりきったので、今はもうとにかくこっちですね。今はもうこれのね、サムネイルをずっと作ってるんですよね。ゲーム、所持ゲームの。<laughs> もう、3日ぐらいね、ずっとそんなことしてね、あれまた出えへんとか言ってますけど、もうこっちもね、こっちはサムネイルとかあんのかな ゲームね、ひょっとしたらなんかそういうモッドみたいなもんね今度、今後出てくるかもしれないですけど、はい、いかがだったでしょうか。えー、この動画でね、初めておじいさんのことを見たよっていう人は、あの、チャンネル登録していただいたら嬉しいですし、えー、あいね、あの、ちょっと、あ、意外にそれ知らんかって気になってたっていう人は、あの、高評価を押していただくと、まだ次回のね、作る動画の元気になりますので、よろしかったら押していただけると嬉しいです。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。さよなら。